オペンモコリナックスとは、オペンモコプロジェクトにより開発が進められている、スマートフォン向けの OS である。これは NGSTR-M ディストリビューションをもとに、しており、様々なフリーソフトウェアを含んでいる。オペンモコリナックスの主要ターゲットとなるハードウェアは、オペンモコネ o 1973とネオフリーラナーであった。さらに他の携帯電話プラットフォームシステムに移植した、成果もすでに得られている。 オペンモコリナックスは2007年から2009年までオペンモコインクにより開発が進められていたが財政的問題により開発は中断したその後オペンモコ用のソフトウェア開発をコミュニティが引き取り SHR、クトモコ、ハカブル、イチなどを含む様々なプロジェクトが再開されたオペンモコリナックスはリナックスカーネル GNUC ライブラリー XORG サーバーに加え、FL ツールキット、GTK ツールキット、QT ツールキットを利用し、イリュームウィンドウマネージャーにより構築される、独特の GUI 環境が備わっている。Open Embedded Build Framework とア p プク g と呼ばれる、i ップクグパッケージ管理システムの改変版が、ソフトウェアパッケージの作成かつ管理に利用される。これは、Linux カー r n e l WebKit、Java を除くすべての内部コンポーネントが PC 用ディストリビューションと比べ非標準と思われる Android とは大きく異なるアプローチをとっている。Android をターゲットとしたアプリケーションは実質再作成を余儀なくされほとんど移植性がない。一方、o p e n m o o はすでに多く存在する Linux デスクトップアプリを容易に移植できる。 しかしながら、指先で動作するインターフェース思考の実現や極めて小さいスクリーンを持つ環境で利用可能にするため、計算資源やスクリーンの解像度が限られる中、既存アプリケーションの実質的再作成が要求される場合もある。ありがとうございます。